ごめんね、今回も買い物じゃなくて。で、あとは？とりあえずあと1個クエスト、これやね。ノランポニーのノラポニー。荒野の町ウォルナービレッジにはいくつもの不思議な現象がある。なんと町で飼っているポニーが突然凶暴になるらしいのだが、このクエストの目的地ナビを行いますか。はい、ナビを開始しました。目的地を目指そう。でもそれは要はあれじゃないの、乗ってる時に暴れてたあれじゃないの。お、保安官オフィス、ここか。開いてる？開いてるって店じゃないやけんね。これ保安官。でかいな。こんにちは。ねえ、保安官さん。この村でおかしな事件とか起こってない？へい。この村は俺が守ってるんだぜ。事件なんてものはそうそうないさ。たまーにあるといえば、暴れポニーの目撃情報くらいってもんだ。ま、特に被害があるわけでもないから、言うほど問題でもないんだがな。その事件について詳しく聞かせていただきたい。探偵モード入ったらに。ここオルナービレッジのポニーは荒野で野生化してしまうことがあるのさ。中でもマッチョで元気すぎる暴れポニーってやつらがいてな、突然飛び跳ねたりしながら暴れるもんだから危険っていう噂だ。俺が知ってるのはそれくらいってもんだが、こんな雑誌でも特集されてるんだ。ほら、こいつを持っていきな。お、ありがとう。ヌー第6号を手に入れた。ヌーだ。ありがとう、保安官さん。突然暴れ出す暴れポニーか。アンジーはこの村のことをよく知ってそうですし、一度聞いてみてはいかがですか？そうだね。ミステリー、ノランポニーのノラポニー発生。クエストメニューを確認しよう。いい加減に買い物しなさいよ、あんたらって思われとるかもしれんけど。あ、なるほどね。これは、朝方とかじゃないといかんってことかな。まあ、寝よるよね、こんな時間に。ということは、今は何時でしょう。まだまだ時間かかる感じやね。あ、その辺の岩とかさ、壊しよったらなんか出てくるかな。はっ。やっぱりこの辺って何かしら。お、これは何？宝の地図、西にある峡谷の村を手に入れた。やっぱり何かしらあるけん、ああいう岩があると思うよね。ね、でもって壊せるようになったんやけん、こういうところはどんどん壊していくべきだと思うの。したらきっと何かしら色々と、あるはず。お、これは？宝の地図、洞窟を抜けて刺す光を手に入れた。宝の地図だらけだな。どんだけ隠してんだよ。ボックスさんのやつやろ、あれ。あ、そういえば、ん？そっか、ここではチャリが使えんのか。で、ちょっと一旦ウォルナービレッジに戻って、で、ちょっと私やりたいことがあるんだけど。ほ。雲外鏡。あ、なんか光よる。ネジネジドーナツを手に入れた。絶対砂だらけやん。3秒どころじゃないよ。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外鏡を使ってワープしますか。ほい。あれよね、こっちで時間が過ぎても向こうの時間も経過するってことで。私のやりたいことというのは、私がさ、おー、びっくりした。この間の鍵を手に入れたけん、アパート、アパートあそこやん。あそこはいいんやけど、なんか回っていくのめんどくさいけん、ちょっと運外気を使おうと。はい、じゃあこれでワープ。桜じゃなくて。これか。さすらいそう。さすらいそうでいいんかな。なんか全然違う名前やったような気もするけど。
鍵鍵ん鍵ここか。大事な持ち物で、お使い横丁にある安穏団地の鍵、シートの104号室。安穏団地、全然違うな。お使い横丁ね。お使い横丁ってどこやっけ。とりあえず、雲外鏡。雲外鏡を使ってワープします。んで、この辺か、桜町フラワーロード付近。ほい、来た、お使い横丁。んで、どこだ？団地？あれかな？団地ってある。ここの団地の、あ、なんか妖怪おるやん。アンドロイド山田かな？あ、雲外鏡かもしれんけど。ね。あ、ここに。たこ焼き器を手に入れた。やったね、たこ焼き焼けるよ、これで。イエーイ。んで？あ、雲外鏡や。ここもじゃあ。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。雲外鏡使ってワープいいよ、今は。シートって言ったよね。シートどれだ？あ、これ B や。B、こっちが C かな？ A だ。え、こっち？このなんかメインみたいな感じでドーンってなっとんのが C？ A じゃないんや。あ、シート。ここの、104。どれ104？これ？あ、あった。C104 号室の鍵を使ってドアの鍵を開けた。なんか怖い。何があるんやろ。誰かおるよ。ナツジ。フォッフォッツフォ。よく来たの。ゴジ脱字。ゴジ脱字。わすはゴジ脱字。ゴジや脱字が多いのが悩みじゃ。早速わしと勝負じゃ。なぜ？いいけどさ。おりゃー。ゴジってるよ、ゴジってるよ。ゴジ脱字が現れた。敵のゴジ脱字の追いゾーンを発動。全員避けられなくなる。マジか。追いさせないでよ。若いんだから、まだこっち。おーし、おい？あっという間じゃねえか。勝利。イエーイ。で、何？なんかいいもんくれるの？めっちゃ経験値とかしょぼいんですけども。ゴジ！いたたたた、お主強いの。褒美にこれをやろう。幸運のお守りを手に入れた。脱字。ゴジや脱字には気をつけるんじゃぞ。早速じゃん。それだけだったらしい。何ここだけなんかそういう、なんか不気味な感じなんやけど。まあ、なんかこんだけらしい。ということで、まあなんか思ったよりも重大な事件が起きるわけでもなんでもなかったね。ちょっとがっかりした。鏡の世界に連れて行って差し上げます。じゃあ雲外鏡を使って、ワープ。どこにワープしよう。それじゃあ、あ、ちょっと待って、キュッピーで、入れ替わろ。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。じゃあ、ケータに切り替えます。よし！あ、そっか、ここにおるんか。で、今時間は？まだまだよね。じゃあもうちょっと一旦さ、寝た方がよくね。じゃあ一旦寝て、ここ自宅やろう。ただいまー。そして、あ、間違えた間違えた。さあ寝よう。自分に化けたネコロンブスが気持ちよさそうに眠っている。そろそろ寝ようかな。朝まで寝る。おはようネコロンブス。むにゃむにゃ。もう交代するころん。うん。もっと寝たかったころん。別に今からだって寝ていいんだよ。別の場所で。おやすみ。ほい、そして朝。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。はい、おはよう。
はい、到着。んで、待って待って、よし。これで、雑貨屋のアンジーのところに話を聞きに行こう。アンジー。ちょ、待って。アンジー。ごめんね、今回も買い物じゃなくて。アンジー、突然暴れ出すポニーがいるって本当？みんな基本的にそうじゃないの？ええ、本当よ。ポニーが野生化するようになったのは私が子供の頃かららしいんだけど、私も村の人もポニーが暴れ出すようになった原因はわからないの。ノランポニーのノラポニー、手がかり、アンジーの証言をつかんだ。でも私はちょっと嬉しいんだ。嬉しい？ポニーたちが自由に荒野を駆けてる。それって嬉しいことでしょ？ずっとみんな元気でいてほしいな。でもよ、村の人でも知らないとなると、どうやって情報を集めりゃいいんだ？ポニーに話を聞けばいいにゃん。お、やっぱり動物同士わかるとか。そうだにね。直接聞いてみるのが一番だに。直接ってどうやって？そっか、ジバニャンとウサピョンはもともと動物だから、ポニーの言葉が分かっちゃうわけですな。てか、今のこのやりとりはアンジーから見たら、なんだこいつらってならんの？まあ、大体は分かるにゃんね。それじゃあ早速、荒野のポニーに話を聞いてみるだに。何も触れないのね。じゃあとりあえずその辺にいる、また別や。自転車と間違えるんよね、いつも。またその辺の、あれ？その辺のじゃダメなん？なんか目的のポニーがいるのね。じゃあそっちの方に。あ、じゃあ、そのポニーに向かうためにこのポニーに乗ってみようか。よし。さあ、行くぞー。ん？なんか結構遠い、もしかして。え、遠そうですけど、何？越えていかなければいけないの、また。めんどくさいよー。ゴーゴー。てか、あっち側も気になるんやけど、一体何があるんやろ。あ、ポニー。話させて。そういや、ベテランなポニーやって、普通に話しようんやけど。そろそろ最近入ったやつが訓練を始める頃じゃねえか？訓練にゃん？ああ、コーチによるきっつい訓練だ。じゃあ俺も訓練途中だから、あばよ。どうにかしてその訓練に参加することはできないだにかね。ノランポニーのノラポニー。手がかり、ベテランポニーの情報をつかんだ。ベテランポニーって。ちょっとここの岩も怖っ。暴れないで、暴れないで。あー、よかった、近くが岩で。ちょっとここの岩も崩してみたいからさ。ちょっと、下ろして。よし。きっとまた何かあるはず。宝の地図かな。よいしょ。違う違う、これこれ。拾わせて。大海賊の旗を手に入れた。おー、いいねいいね。かっこいい。でも私はメカブちゃんにするかもな。ちょっとさっきのベテランポニー。ベテランポニーちょっと乗らして。ベテランだから、きっとちょっとしたことでは怒らないと信じているよ、私は。さあ、向かうんだ。はいよー。ん？こっちの方が近いんか。まあいいや、ここちょっと飛び越えて、飛び越えてよ。はいはい。おー、いいね、いいね。ポニーのためにあるような場所じゃないか。お、黒い子が。話したい。マッチョなんや、こいつ。お前も俺みたいなマッチョになりたいのか？なりたいだに。なりたいんや、ウサピョン。マッチョになって、アユナを見返してやるだに。俺っちもマッチョになってトラックに勝ちたいにゃ。それでムキムキになるにはどうすればいいだに？そんな話を聞いてるんじゃないんだよ。それにはコーチの訓練が必要だ。だが俺たちの訓練は厳しいぜ。その訓練はどこでやってるにゃん？真夜中に東の谷で行われるが、毎日やっているわけじゃない。コーチからスカウトされたやつしか訓練には参加できねえはずだぜ。そうだにか。まあ、訓練の場所が分かっただけでもラッキーだにゃん。東。ノランポニーのノラポニー。手がかり、マッチョポニーの情報をつかんだ。お、今のは。今のポニー？なんかでかくなかった？
てかめっちゃ動いてるんですけどこいつ。あれまだ結構向こうの方、あそこや、遠いな。あの走り回ってるポニーはただ単に走り回ってるだけってこと。うお、危ない危ない。お、この子や。見てくれよ俺のボディ、ムッキムキで惚れ惚れするだろ。今度はムキムキや。確かにすごいだに。そうなんや。でもよ、昔は俺病弱だったんだ。え、そうなのにゃん。ああ、周りのポニーより力もなくてヒョロヒョロでよ。だけどここにいるやつは俺みたいなやつばっかりだぜ。ってことはみんなヒョロヒョロだったにゃん。ああ、みんな強くなったんだ。ひ弱なポニーが暴れポニーになってるってことだにね。何か関係ありそうにゃんね。ノランポニーのノラポニー、手がかりムキムキポニーの情報をつかんだ。ふんふん、ジバニャン君とウサピョン君2人の情報を整理すると、どうやらもうすぐ東の谷で真夜中に訓練が行われるようですな。きっとそのコーチとやらがポニーを野生化させてるんだろうが、一体コーチって誰だろう。ブリー隊長やね。とにかく夜中に東の谷に行ってみましょう。また夜中かよ。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。